こんにちは、グッピーコテイです。今日も UR 中山さつき大団地にやってきております。今日は次の DIY 物件2部屋目をルームツアーしていきたいと思います。楽しみ。いきます。オープン。おお、またこの間のとちょっと違う作りになってます。ちょっと電気がつかないのでまだちょっと暗めになりますけど、すいません。まず入って左側にこんな感じの 4.5 畳ぐらいの和室があります。そしてダダン、普通よりちっちゃめかなの押し入れがあって、上も収納できるようになってます。ほんでこう出てきたところに右側にもここにも収納スペースがあります。そしてこっちが洗面台があって、結構綺麗な感じです。でお風呂があって、お日差し差し込むお風呂ですね。いい感じです。ちゃんと追い炊きもできます。トイレはこじんまりしてますけども、日差しが差し込んでいい感じのお手洗いです。廊下を突き進んでいくとババン、2つ目の和室があります。おー、日差し差し込むいい感じです。でここすごいんが、押し入れがもうめっちゃ広い押し入れがあるんですよね。ちょっとめっちゃ広くないですか、この押し入れ。で上も収納スペースあります。これはちょっと DIY しがいがありそうですよね。でこのお部屋からバーって隣に来た隣に6畳ぐらいのリビングルームっぽいのがあって、日差しが差し込むいい感じで、ババンと来たらキッチンがあります。キッチンもここで料理したらめっちゃ楽しそう。見てください、こう光が入る部分が結構大きいので気持ちよくなんかお料理とかできそうな感じですよね。でこの部屋をもう丸ごとキッチンスペースみたいな感じにしちゃったらお料理も楽しくなるかなと思います。キッチンもね結構だいぶ広いんですよ。でちょっと景色見えちゃうみたいな。しかも出たらベランダも広い。さあ、そしてこちらの 3DK のお部屋なんですけども、なんと家賃が 5万1800 円らしいです。安っ。しかも賃貸なのに DIY ができるということで、しかも3ヶ月間家賃が無料になるみたいです。なので3ヶ月あったら結構 DIY も結構仕上がると思うんで、ということで2部屋目ルームツアーでした。このお部屋がどん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 これから変わっていきますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して DIY を応援してください。ちょっといいな中山さつき台、ちょっと見てみたいわと思った方は、土日祝の朝10時から5時まで中山さつき台現地案内所にてモデルルーム公開中です。ぜひぜひ皆さんお越しください。2部屋目も頑張ります。